DeFi-U の製品 ULTIMA からプレミアムプールの報酬を受け取るためには、プレミアムSplitトークンをスマートウォレットアプリのあなたのウォレットに引き出す必要があります。ウォレットを最新バージョンに更新し、Splitトークンでの操作を行うためにウォレットを有効化することを忘れないでください。有効化するには1スマートをあなたのウォレットに送金してください。また、トークンを引き出すには入予想認証が必要であることにも注意してください。それでは、Splitトークンを引き出すために DeFi-U のウェブサイトでダッシュボードを開き、右上隅でプレミアムSplitを選択してください。左上の最上部に My Premium Split の利用可能残高とペイアウトボタンが表示されます。このボタンをクリックしてください。新しいウィンドウが開き、引き出すための残高を選択する必要があります。Available Premium Split の残高を選択し、Next Step をクリックしてください。開いたウィンドウで Premium Split Wallet のアドレスをウォレットアドレス欄に入力する必要があります。アドレスはスマートウォレットからコピーできます。コピーしたアドレスを貼り付け、その隣の欄に引き出すプレミアムスプリットの数量を入力し、トランスファーボタンをクリックしてください。新しいウィンドウが開き、入予想認証コードを入力する必要があります。Google Authenticator アプリを開き、Apple 内の最新コードを該当フィールドに入力してください。すべてが正しく行われた場合、トークン引き出しリクエストが作成されたというメッセージが表示されます。指定したウォレットにトークンが間もなく届くでしょう。ペイアウトの履歴はペイアウトヒストリーセクションで確認できます。ご質問がある場合はサポートにお問い合わせください。喜んでお手伝いします。